おはようございます。平成27年4月15日、ただいま午前9時でございます。今日はですね、こちら後ろにございます、東京メトロ南北線、麻布十番駅の一番口で、配布広報活動を行っております。こちらです。はい、昨日までの大雨と打って変わって今日はですね、雲一つない大変、心地よい、晴天日和でございます。この日の光を受けまして、まもなくですね、港区のこれからを決める大事な、日々やってくることになると思いますが、この挑戦ですね、必ずですね、私結果を出していきたい、いや、いけるという気持ちになって、今日も一日頑張っていきたいと思っております。次世代の党港区議会第一支部支部長山本ヘルミ、麻布十番駅頭より皆様にお伝えをいたしました。本日も一日よろしくお願いいたします。